Thank you.
Round 3, fight!
はい、皆さんこんばんは、こんばんは。あの金曜日恒例のですね、スパツ X 四季の細道ですね。そろそろ人数も出揃ってきたのでエントリーの方をお願いしたいと思います。エントリー料金1人100円となりますのでよろしくお願いします。Final round, fight!
はい、中野勢合流ということでエントリーお願いします。中野さん、千本さん、瀬尾さん、スノッピさん、ニーアーさん、こんなもんかな。はい、瀬尾さんお願いします。合流してくれた方もいますが、そろそろエントリーの方をお願いしたいと思ってます。ちょっと聞いて回りますね。あマイク大丈夫かな。音高いとかないですか。はい、ただいま、四季の細道のエントリーしておりますのでね、参加希望の方おりましたら、今ちょっとエントリーの確認に、店内うろついておりますんですけども、エントリー用紙黄色い、なんていうの、ボード持ちながら歩いているお兄さんがいると思いますので、その方に一声かけてください。参加費は一応100円となっております。こんなもんだからな、大丈夫かな。大丈夫かな。テステストテスト、ただいまマイクのテスト中。
はい、では皆さんこんばんは。そろそろですね、時間もいい時間になりました。早くもなく遅くもなくですね、画面はちょっとのじ合いを、はい、あれですね、残機の方と竜の方ですね、しております。そうですね、あ、こんばんは、マイカ山本です。ですね、7人が視聴中、多分僕も入ってるんだろうな、これ自分入れて7人で、さっきちょっと動画の話をさせてもらったんですけど、まあまあローカルでなんですけど、動画っていうと大体バサドの総裁戦なのかなって僕は思ってるんですけど、疎通動画っていうとやっぱ有名なのがそうですよねって思ってるんですけど、ちょっとね、四季の細道バサスのね、東西戦と形式が違くて、
あれなんですよ、はい、あまりこうね、ランダムで当てていくんで、はい、強い人と弱い人、弱い人と強い人、はい、みたいな組み合わせもできちゃったできますね。バーサスの東西戦は比較的力量に対して順番を決めたりするところがあるので、はい、そこそこ似たようなレベル同士での対決になるんですけど、はい、四季の細道はですね、全くそういったものを考慮せず、考慮してませんね、プレイヤーのスキルは考慮せず、はい、当たるところは当たる。あ、友田さんお見えになりましたね、これね、お見えになりました。はい、一番下に入ってもらいましょうか。わかりました。はい、じゃあ画面は、FAB で決めましたかね。あれ決まってない。じゃあここで後ろはちょっと終了とさせていただいて、四季の細道始めていきたいと思います。1試合目ニーヤさんとエクスパーさんです。1試合目からニーヤさんとエクスパーさんですね。ちょっと 1P2P をじゃんけんで決めていた、ありがとうございます。じゃあお互い決まってるようなので第1試合始めたいと思います。第93回四季の細道ですね。はい、1P 側、エクスパーさん、リュウ、2P 側、じゃんけんで勝ったニアさんのチュンリーですね。チュンリーバイソン、はい、トマさん、はい、エクスパさんが押しているが画面端、これはチュンリー有利なところ。お、しかし昇竜出る戦列、また逆画面端まで行った。お、最後は投げ、ちょっと背中の重ねが早かったか。はい、2本目、お、また投げる戦列、これはしっかり見ていたカード、しかし動いてしまった。さあファイナルラウンド、ショートハードを打ち合う。お互い序盤はゲージが溜めたいところ。おっと、昇竜が出ず、ぴよっている。しかしニーヤも決定打にかけた。エクスパーアッパーが出ている。竜巻で入れ替わったが、真空投げてしまった。ニーヤさん、チュンリー勝利で、続いて中野さん、中野さん、中野さん
はい、続いて中野さんですね。中野さん、ホンダ。さあ、これはホンダはもう近づけばワンチャンある。お、100巻を投げた。チュンリーガーはひたすら気候で間合いを離すしかない。お、テンション出ている。100巻で抜けたが空中で落とされる。100列を潰していった。スピバで逃げるが100列で追っかける。ごっそり体力がない。最後は100列削り。これは近づいたらチュンリー厳しいですね。だいぶ、おっと、チョップ100列でゴリゴリいく。踏まない、飛行を踏まない。背中切り。さあ、ぶっつけに飛行剣。あれ、最後は謎の飛び込みから飛行剣。お互いお見合いになった。さあ、ニアチュンリー2勝。続いて青木サイクロン。さあ、青サイザンギが入っていく。青サイチョップで落とす。お、転職客。おっと、ずうずうしく投げる。しかし受け身を取っていたのでスクリュー角な気がするが、ヘッドバット見ていた。今でもピョってなかったですね。死んだからわからない。なるほど、死ななければピヨっていたかもしれないと。着地ゼロフレですからね、検証客は。はめていく。さあ、画面端ダブラリが出ていた。青木サイクロン勝利。続いてスノッピさんですね。スノピさん、はい、続いてスノピさんですね。はい、スノピさんは剣選んでいたのは剣。剣残儀。これは青斎さんもちょっとスクリュー行きにくいところがあるのか。そうなんだ。さあ、お互い間合いを大事にしている。どこで踏み込むか。剣もうかつに膝にはいけない。おっと、 TBS だが暗い投げ。飛びからの TBS。 ゲームボーイ&ゲームガール。さあ、ダイスさせていく。ひよっている。きっちり3段。青木サイクロン勝利。続いてうねさんです。さあ、入ったのは、ツーピーガーうねさんの S サガト。やっぱりね、 S サガト青パン同士でどう戦うかっていうところですね。タイガー打っちゃえばいいんじゃないかと、タイガーショットを思うんですけど、もう弱とかいらない、今日ばっかりみたいな、そんな感じでいいんじゃないかと。おっと、当て投げ、あ、
チョップが負けた、青サイチョップが負けた、まさかの、まさかの青サイチョップが負ける、そんなことないんじゃないのか、ちょっと間合いが近かっただけじゃないのかっていう気もしますが、 TBS か、おっとタイガー2が刺さる、早い、でもタイガー2はガードされたらちょっと厳しいので、ショットショットでまた投げに行く、青パンにはおっとスパコンがないため削りは厳しい、先行はタイガーショット、やはり早すぎる、あっとダブルアリが刺さっている、めくりからは裏落ち、アパカ、おっと青さんミドルが刺さった、アークサイクロン勝利、ついて破天荒さん、はい、ツピが入ったのは天狗さん、龍、龍ですね、龍残儀はね諸説いろいろありますが、スクルーきっちり入れていく、アントビ成功、青サイミドル、青サイさんスクリュー今日初めて見た気がするんですけどね、気のせいですね、当ててはいますよね、ダブルアリでくぐっていく、おっとガードしてしまった、大足が刺さる、おっ空対空、おっ大足を刺していく、投げる、大足真空が重なったが2発削りだけ、おっとアントビ失敗、遠すぎた、なるほど、さあ最終ラウンド開幕ファイヤー、これあれですね、大足波動に必ずダブルアリで抜けてきますからね、青サイさんはまた早すぎたのか、アトビが投げられてしまう、さあダブルアリで回っている、痛いのを食らってしまった、またファイヤー、しかしここはもみで返したが、さあお互い一発、体力は一発、おっと真空が削れてしまった、ダブルアリ間に合わず破天荒流勝利、続いて、いろはさんですね、さあ、HP が入ったのはいろはさんの DJ、 お開幕ファイヤーとヤスラがスマッシュスマッシュとエアスラを打っていく、勝利を透かす、裏からしかしガード成功、投げる、画面端飛んでいく、真空で削り切らない、さあ残り数ドット、0なのか1なのか見えないが、昇竜拳きっちり入った、さあジャック拾っていった、つなげていく、おっとファイアをもらってしまった、
やはり打ち合いは厳しい。初流裏から投げる、さあお見合いだが、お互い冷静に様子を見ている。あっと飛びが通ってしまった。破天荒流勝利。続いてデンさん、画面は、デンさんのベガですね。ベガ対リュウ、これもね、面白い組み合わせですからね。え、面白くないのかな、僕だけなのかな、ね、いい組み合わせだと僕は思ってますけど。長州から投げていく、ダブラリにファイヤーが刺さる。しかし竜巻を投げた、着地を投げた。ん、開幕ホバーはガード、きっちりガード。こんばんは。あれ、うねさん。あ、どうも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 。ほぼ山本です。1週間ぶりです。1週間ぶりです。うわって言った。カレーさあ投げる、決めて投げる。さあ、デンさんのベガ勝利。続いて、はい、ほぼ山本、あ、ほぼ山本選手、ここで出場。さあ続きましてやってきましたのは、ほぼ山本さんのチュンリーですね。ベガチュンリー、噂によると1000年遊べるカードですが、さあ山本さんベガ戦は果たして、いや対空している。爆裂ヘッドブレスから固めていきの、あ、浮かされて投げられて KO。 まずは一歩、さあガンガン前に行く山本選手。おっと、最後はガード。さあ足が当たって、なんとかガードしたが、着率で固めて体力リード半端ないが、最後ダウン取っちゃうけど、まあ体力的に問題ない。スパコンで削り殺し、美しい。さあラウンド3、投げられてベガが画面端を背負う形。さあガンガン攻めるが、空対空しっかり落とす。しかし投げられて、固められて、投げられて、ガン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 行く山本選手。あー、突進技ダブル2で KO。いやー難しいな。さあ続きまして、師匠さんですね。さあベガベガ、あ、ベガベガ、まさかの、はい、ドーベラ戦です。これ面白くないっていう噂ですけど、え
面白くない。やってる人からするとあまり面白みがない。あ、そうなんですか。どうなんですか、ね、違うの。いや、わかんないですけど。わかんないですけど、そうっすね、使いでもないみたいな。そうっすよねって僕は聞きますけどね。しかしまあ、お互いふわふわし合って、お互いふわふわし合っていいことですね。お互いでふわふわしちゃうね。まあ、こけたらやっぱきついっすよね。かなりめくりがあるんで。さあ、ガードしたけ。そうか、そうっすね。めくり、うん、めくってるのかめくってないのかわかんないですよね。師匠さんのベガが水色、水色のベガが師匠さんですね。そうです。茶色のベガが金色のベガがデンさんで、そうですね。水色が師匠さんですね。そうですね。はいはい、そうです。で、つーから HP 側のデンさんが、はい、さっき1本取りましたね。はい、1本取りました。はい、さあ、画面端の攻防凄まじい、凄まじい、追っつかないが、やはりカニでガンガン攻めるけど、ガンガン攻められちゃってあっという間に画面端。なるほど。しかし脱出しましたが、投げられた。さあ、デンさんのベガ勝利。続いてカーシムさん。さあ、ここまでデンさん何連勝中ですか。3ですね。まだ3です。デンさん3連勝中です。はい、ここでカーシムさんがザンギですね。ザンギ F、はい、ザンギ F。 続きまして、カワシムザンギ F。 あ、うぬさんマイクありがとうございます。あ、どうも。もうね、荒川区の方のゲーセンと違ってね、ちょっと乏しいもんで運営力が、マイク MC 以外ね、運営力が確かに MC の人材が確かに MC 力がちょっとね、かなり、うん、MC うねMC 船がね。いやいや、いるうちは大丈夫ですよ。いるうちは大丈夫ですよ。さ、まあ、MC 船と MC 山本で頑張っていこうと思います。はい、さあ、村井と3連発で、なんとか KO をもぎ取りましたね。そうですね、愛されボディですからね。愛されボディです。ベガは何と言ってもやっぱりこのカニなんですが、一回投げられちゃうと、しかしちょっと離れたか？なんてこったいって感じでね。さあ、あのスラストは怖すぎる。やばい。バニシングで OK。 カーシムザンギ勝利で、続いて瀬尾さん。はい、ここでデンさんが止まりましたね。さあ、続きまして、瀬尾さんはなんと、あ、ガエルですね。瀬尾ガエル、これまあでもあのモンテではザンギ有利らしいです。あ、言いますよね。はい、7-3です。ちょっと向こうの方のね、事情がよくわからないんで。ただし、すごい上手い人のガエルは除くと言っておりました。あー、なるほど。ね、それ便利な言葉ですね。なるほどですね、うん、上手い人はダイアグラムとして考えない。なるほど、なるほど。あー、なるほど、いい言葉です、ね、別枠ですね。別枠、はい。お、コメント。さあ、コメントが来ております。ちょっとここからだとよく見えないんで。しげのんさん、板橋区の防衛戦、空調天井埋め込み、あ、あれですね、大山の方のゲーセンですね。あ、大山なんですか。はいはいはい、空調、工事で入れ替えるみたいな。天井埋め込み、埋め込み式の、パッケージ空調、パッケージじゃない、業務用の空調ですね。あー、なるほど、仕切りもありましたね、ここに。こんな感じになるんですね。まあまあ、そんな感じですね。ほうほうほう。さて、今パッケージ空調が入ってますけどね。パッケージ空調、うん、お、これはこれはザンギ有利あるのか。大幅に体力リードを取っていったカーシムさんのザンギ絶好調。そうですね、まあ、近づけばね、はい、ザンギは基本近づいてスクリューですからね。そうですね、ザンギをさばくことだけ考えてると、いつの間にかガエル側はなんと壁にいるんですね。なんだかんだで下がりながら戦うんで。そうですね、はい、下がって前に行って下がって前に行ってるんで、繰り返しなんで。なるほど、はい、さて、おっと、サマー見ていた。サマー虚しく、アントビ、アントビになってなかった。はい、しかしこのサマーを踏んでしまってまたやり直しと。そうですね、この前が開いてもう一回走ったが見ている。見てますね。ソバットが入った。これは苦しいぞ。さあ、厳しい、近づけるか。しかしまだお互い死んでもおかしくない体力。おっと、ツヒット、もう相打ちできない。
もうできない。あいったー、ソニックスクリュー、魂のソニックスクリュー、美しい。今のは素晴らしい、川島さんに間違いない。さあ、続いてモツさんですね。クレジットはまだありますね、はい。いや今のはかっこよかったですね。本当に鮮やかな回し具合でした。さあ続きまして、モツさん、あ、モツか、モツですか、モツさんのブランカです、はい。いやいいバニシングでしたね。いやそうですね。ああ、はい、ありがとうございます。さあ寄ってきたところをプロレス技スクリュー、しかしここで離れてしまうのでは。まあ体力そうダメージソースはとりあえず取った感じですが、これもやっぱり近づくと、はい、いやお互い近づくんですね、よく考えてみたら。まあそうですね。いやでもこれ体力リードしてるんでブランカは。そうですね、逃げ切れるから時間的にもどうだろう、わかんない。おお足が刺さった。うん、バニシに足が刺さりましたね。はい。あの足払いどうなんでしょうね。長いように見えるんですけど、やっぱ長いのか。いや短いんじゃないですか。意外と短いんですかね。どうだろう、わかんない。でもこれなんかお互いダメージ取られるとすごいあれですよね。あの取り返しづらいですよね。そうですね。お互いコンボが決めづらい。さあ、おっと食い込んだ。おっと何今の。めっちゃ食い込みましたね。起き上がりローリングで食い込まして着地神。はい、ザンギとブランクが一体化しましたよ。おっと起き上がり足払いにスパコンで殺しましたね。グランドセーブ、モツさん勝利で、センボさん見せますよね。さあ続きましてセンボさん、センボさんのホーク、ホーク、センボホーク。あーまた、まあでも式ではよく見るカードかな。よく見る、うん、あ、またよく当たってません、うん、あ、この2人がよく当たってるってことですかね。この2キャラなかなかプレイヤーさんいないですからね。いないですね、結構レアですよね。お釣り、なんだろう、 お互い突進するからすごい怖いな。そうですね、引っ掛けた、引っ掛けた、起き上がり、うーん、おまた引っ掛けた、画面端、おっと、しかし、あー、ローリング削り、突っ込んできた、これはズームしくいった、ローリング、ローリング、ほぼきついな、ほぼローリングですね、差し替えすればいいけど、でもきついもん、ローリングにお釣りはないんじゃないかな、ホークは。ないっすよ。近いと大キックとか当たりそうですけど。あ、回して回していく、1回目上から逃げた、自ら画面端へ。おお、リバーサルしっかり回してる。さあどうする。はあ、前捨て、あそこで前捨てはなかった。あっとヘッドバット立っていた、2発目を食らってしまった。お辞儀モッツブランカ勝利で、友田さん、あれ出てくるのは友田チュンリー、友田さん、1キャラ目チュンリー、1キャラ目チュンリー。さあステージかなりキャラクターが見やすくなりましたね。そうですね。さて友田さんのチュンリーは今結構強いんでおっと裏に当てて、引っ掛けていく。さあダメージ的にはどうか、この体力、投げる、投げる、思ったより減らない、受け身取ったか。うわっ、おっと飛び出してきたけど突っ張っていった。やはりリバサで戦列、はい、リバサで戦列、中足今見えてましたからね。見えてましたね。あっ、こけてご機嫌なステップを刻んでいくブランカ。さて、さあ空中上から攻められない、落としている、落としてますね。しかし、おリバサで戦列出る、ピオリーチだがなんとか切り返し投げる、友田チュンリー勝利。い
やはり取り投げ恐ろしい。1キャラ目のエクスパーさん、エクスパーさん1人目のプレイヤーですね。さあここで現れたのはエクスパー選手の竜、竜ですよね。はい、そうですね。さあエクスパーさんの竜 VS 友座さんのチュンリーですね。さあ玉の打ち合い、エクスパーさんはスパコンを着実に貯めて、さあ今溜まった早い段階で貯めるのがやっぱエクスパーさんですよね。そうですね、1試合に2回打ちますよね、真空を。そうですね、結構簡単に打ちますからね。はい、大事に持っとかないタイプですからね。さあおっと昇竜出る、竜巻でぐるぐるしていく、戦列もガード、まだわからないぞ。しかし依然チュンリー有利、真空波動拳が当たればわからない、ね、さあどうする。友座さんのチュンリーは冷静に冷静に逃げていますね。真空打ってしまった、戦列打ち合う。さあ離れて、間に合いましたね、間に合いました、なんとか逃げ切りました。お互い近づきづらい。さあ球の打ち合い、着実に着実に真空溜まった。さあ溜めていった、露骨に溜めていった。エクスパーさん2回打ちたい人ですからね、一試合で。でも溜め方がね、普段見ない昇竜拳で溜めるとかね。あ、そうですね、なんか今露骨でしたよ、露骨なあれでしたね。まあでも溜まるんで、やばいぞこれは、やばい、ピオリーチ寄っている。あー投げ友達中に勝利、前の試合と同じ殺し方。中野さん、中野、続きまして、中野さんのキャミ、中野さんのキャミです。これメインキャラですよね、多分。そうです、いや、まあそうなんですかね、わかんない。中野さんメインキャラ僕わかんないですよね。いっぱい使うし、かなり上手いですよね。そうですね、何使ってもそこそこ動かせる、はい、さあキャノンスパイク当てていく。お、これあれですか、噂のクソ二択ってやつですか。クソ二択系です、これ。さあ削っていく、お、抜けれなかった。さあ、肘で落として相打ち OK。 さあ、わからない体力、キャノンスパイクむなしく。あれ、2発目が抜けれない、飛行拳は抜けれないのか。1回キャノンスパイク打っちゃったから、ダメなの。ダメだ、ダメだ。さっきのスピンドライブの後も抜けれなかったですよね。うん、波動拳だとあれ簡単に抜けてる気がするんですけど。ないですか。いやでもガードしてましたよね、チュンリー1回目。まあ僕そつあんま詳しくないんで、とりあえずそうですね。フーリガン、やっとここでフーリガンが捕まった。さあやっとこ、やっとこ弾をさばいての、フーリガンが通るようになった。フーリガン、なんか怪しいネタだ。そしてフーリガン、この見事な試合運び、これはやっぱりキャミですね。そうですね、はい、あっという間に終わります。ハマれば、ハマれば中間。問題はそのパターンに持っていくのがかなりどぎつい。そうですね、はい、やっぱ近づけません。さあこれはだいぶやばい、おチュンリー技が揃ってる。そうですね、投げる、友達チュンリー勝利、すごい。毎度。さあここまで友田さんのチュンリー投げに投げまくって投げ殺しています。さあ続きましてニーヤーさんのガイル、ニーヤーさんのガイル、さあやばい、ピヨッとしまった。早速痛いの食らっちゃった。そして3段から投げ、はい、やっぱ投げに締めますね、チュンリーは。まあそうですよね、はい。投げに限る。うわ、やばい、チャイニーズサマーソルト。そうですね、はい、空中でサマーソルト打ってますので、アメリカンサマーソルトとはちょっとわけが違う。全然違います、タメもいらない、はい、強すぎ。ガエルにください、あれ。いや、あれダメですよ、ガエルに、ガエルにもください、ガエルにあげたらダメですよ、あれ。
おっと、食らっているが投げ、これはやばい、サマン、これはきつい、サマンもしっかりガードしていた、あー大パンチで落とす、うよー、おっと中足ポクポク2発と、さあ友達順利勝利で、続いてツノピさん、友座選手絶好調です、絶好調です。さあ続きまして、なんとスノッピさんのガイル、いってみましょう。さあまあ球の打ち合いだとでリバーサルサマー投げられて、とりあえずガイルはあの裏剣当たる前であの球を操作させるところから始まるので、しかしちょっとチュンリーの機動力がはいね、やばいです、すぎてあのスポーツカーがかなりいや、ちょっとこれは本当に、はあはあ、その前を作るのが結構大変なんじゃないですか、ガエルとしてはガエルはそうですね、うわぁサマーできるかね、今は投げて中が一、あのソニック追いかける試合運びかなり美しい、素晴らしい、はい、あれですね、攻防ですね、ここまではい、完璧ですね、かなり完璧、はい、あのめくりからめくりからチュンリーを画面端に追いやるこの運び方半端ないです、今のは。さあでもちょっと必要経費が大きいですよね、チュンリーって、そうすると大きめですね、あっとサマー虚しく中足が刺さったが体力はいい感じ、空対空落として画面端に攻防、サマーサマー落とす、飛び落としていく、コパンで固めて、もうね、しゃがみコパンに対してチュンリーね、はい、ちょっと厳しいんですよね、あれ厳しいんですか、厳しい、引っ張って投げる、コパンで冷静に落としている、痛いの食らった、サマーをスカッしていた、いやー投げた、当たると思ったんですけどね、僕もでも続いてあれですよ、え続いて誰、あ、俺俺続いて入るのは、ウネガエル、ウネガエル、おっと見えないです、めくり投げる、裏剣が届かない、剣を刺していく、おっとソニックが突き抜けた、戦列ガード投げる、投げる、何かは出ていた、TBS しかし暗い投げ、暗い投げ、さあ戦列ガード、しかしサマで切っていく、おっとヒットしなかった、コンボにならず、投げる、お互い投げる、友達順に無双続いて入るのは青木サイクロン、あーめくりがなー、めくり3段入んなかったな、あれなんでですかね、高かったんですかね、いや俺が純粋に多分ボタンを押すの早すぎた、あなるほどなるほど、さあ続きまして、青斎さんのザンギです、青斎さんのザンギ、ザンギチュンリー、えげつないっすね、これはだいぶザンギ厳しい、はい、身震いします、戦列、戦円列打ってしまった、結構痛いところで、しかしここで3段、おいなんだこれ凄まじいぞこれは、凄まじい攻防だ、やべえ黒動画、本当にこれはえげつない、さあ飛びを足を通したけど投げる通したけど
瞬間移動しましたね。座れましたね。座れました。スクリュー並みに座れましたね、はい、あの恐ろしいですね。あれは何が起きたんでしょうか。全く分からないです。お分かりいただけただろうか。さあさあスクリュー、画面柱がちょっと離れている。これは残業の必勝パターン。おっと完全に今弾いた。はい、自らかっこいいと言ってましたからね今ね。かっこいいですね。まあかっこいいですよ、はい、間違いないです。あれは間違いなくその残儀のあの美味しい形、うん、必勝パターンでしたね。そうですね、はい、さあくるくる回るぞ。痛さ、痛い痛い、よくいっちゃった。ポンノーマル投げだった。スクリューではなかった。さあ裏に行くけど、まあ、戦列持続されてたら危なかったかな。チュンリーラウンドハウスもあるんだ。お投げる、上から投げる。チュンリーちょっとねあんま対空がいい技ないんですよ。あ投げる、ダブラリーを直接投げていく。座れるか。さあ友座チュンリー勝利で、続いていろはさん。ダブラリーダメなんすね。ラウンド1ファイト。いやーすごいもの見ちゃった。あれはいいですね、すごい。吸いましたね。あれすごいいいですね。バキュームですね。はい、バキュームでした。素晴らしい。さあ、続きまして、スペイン忍者現る。スペイン忍者。しかし、スーパースペイン忍者。はい、ご先祖様なんで。S バルログの S は、ご先祖の先祖の S なんで。そうなんですか。はい。さあ、分からないがプロレス技。さあ、背中切りが刺さる。円錐切り。円錐切り。完全に後ろからガッツリいきました。円錐切りですか。ツンコやれちゃった。チューブでは結構いい成績を抑えたそうです、イロハさんの S バルログ。あ、なるほど。はい、あっと、これはやばい。しかし、さすがの S バルログもチュンリーの前には。さあ友座チュンリー勝利で、どんごろどんごろ、ハテコさん。さあ続きまして、破天荒さん。トラウマになると間違いない。さあ続きまして、さあ破天荒さん、破天荒さんの竜です。頑張っていただきたい。式で結構のじ合いやってる姿よく見るんで、チュンリー竜で。そうですね、はい。さあ下がりながら、そう着地中ボス。これね、なかなかガードしにくいですね。はい、破天荒さんかなりうまいですこれ。さあめくり竜巻投げ。さあファイヤー当たる。これは厳しい。昇竜、昇竜だが戦列が入っていた。はい、さあなんとか波状攻撃は収まったが、いい感じに前を伺ってファイヤー波動。ゲージはないのか。おっと食うぐらいいかつい。これはやばい。時間が蹴りから、 おっと台足が刺さる。侍です。ポントを抜きましたね。なるほど、しっかりこれが足払い戦だと。なるほど、下がりながらバック竜巻。感謝で台足払いですね。感謝で台足払い。ファーストアタック3000点リード取ってく。あまり最近点数ね。おっと戦術大キル、中ボスに当たっちゃったよ。モロぐらいだこれは。これはちょっと危なしシング。しかし時間はまだある。あやばい、危なしシングナブル。昇竜を空中でやられましたね。いやチャイニーズサマー、チャイニーズサマー。最近なんか何かと何シングナブルって言っちゃう癖がちょっとついちゃってやばいっすよ。マイブームなんですよ。マイブーム、いいと思いますよ。マイブーム、アブナッシングナブル。さあさあマイブームでどうでもいいっすけど俺のマイブームなんてどうでもいいっすけど。さあ真空波動拳溜まったぞ。体力リード大幅に取っている。これは破天荒さんかなり美味しい形。チュンリーもゲージを持った。おさあ2ヒット。これは危なめで昇竜ぶち当てたよ。冷静、冷静な前、うまいですね、破天荒さん。さあ、大事にいきたい。破天荒さん、うまいのに、真空で。
さあ破天荒龍が止めた、止めました、やっとやっと、こうえこれ何連勝、何連勝、あれあれ8ぐらいいってる、絶対8ぐらいいってる気がする。お来ました、四季のエースあ、天候さん、あれチュンリーチュンリーでしたね、あれあ、リュウチュンリー、あ、そうそうそうさあ、続きまして、チュンリーやってきました、山本選手のチュンリー。さあ、ファーストアタックさあ、球の打ち合い、破天荒さんは、まあさあ、昇龍出る、まあ、戦列で逃げたはいいものの、この大足がいやらしい。さあ、画面端、昇龍拳、さあ、おっと、球をすくっ、ドーン、手を出していた。さあ、まず取ったのは破天荒選手。さあ、大足、スッスッスッと手を出していく。さあ、球の打ち合い、飛ぶけど昇龍で刈られちゃって、投げて体力は、まあ、お互い五分といった感じ。さあ、当たったぞ、うーっと、うぅ、チャイニーズロケットや。さあ、破天荒さん上を見ている。さあ、これ痛いぞ。しかし、まあ、お互い死んでもおかしくない体力。あー、着地中ゴス出た、みんな食らっちゃうやつ。いやー、やっぱあの食らっちゃうんですよ。いや、本負けで師匠さんですね。あー、さあ、ここで破天荒さんどこまでいけるか、どこまでいけるか、どこまでいけるんでしょうかね。しかし着地中ゴス怖いっすね。そうなんですよ、はい、あのためキャラはね、どうしてもためたくなっちゃうんで。そうっすね、中ゴス見えても、はい、しゃがみたい。あー、そうですねさあ、続きまして師匠さんの X 剣。そうですね、師匠さんです、はい、しかしこの組み合わせ、まあなんか竜有利ですよね、これね。確かでもそんな開きないと思うんですけどね、僕はね。そうですか、あれさああれ、大足が刺さった。独り言だと思ってください。うまい、うまいですね。はい、はい、うまい棒、うまい棒。やっぱりそのお、やっぱ波動の回転、そうですね、波動の回転スーパーきついんで、龍の波動のやっぱね、はい、あれはありますよね、アドバンテージは。僕も S 流使ってる時、こんだけなんつうの、堅実な球打ちたいなっていうか、そんな感じがすごい。さあ、裏めくって大足、大足、中ゴス、中ゴスでフィニッシュ。さあ、破天荒さん勝利。続いてデンさん、前飛び大足うまいっすね、やっぱり。前飛び大足、前飛び大足、そうですね、打点ですよね。はい、破天荒さんのその打点のセンスが半端ないです。さあ、続きまして、デンさんのバイソン、デンさんの赤いバイソンです。まあ、この組み合わせも、さあ、ポンポン飛んでいくが、破天荒さんの前飛び台足、かなりいい感じに噛み合ってスパコンで一気に KO、 P 勝ち、すごいな。さあ、寄っていく、寄っていく。あー、この大足ガードするだけでも超後ろに行っちゃう。さあ、投げるぞ。あっと、これは痛い。さあ、近寄れないぞ。デイさんどうする、
前飛びダイヤシがしっかり今試合中、勝ってます勝ってます、すいません、今デンさんです、ね、出てさあニューバイソン、さあこのダイヤシうまい、本当に、お、だいぶ差をつけてますね、はい、やっぱりハデンコさんのダイヤシの固めがえげつないです、あ、なるほど、これは時間が間に合わなしんぐ、あれさえ食らわなければというところに持ってきましたね、持ってきました、さあ破天荒流勝利、瀬尾さんお願いします、さあ続きましてやってまいりましたのは、瀬尾さんのベガです、さあこの金色に輝くベガ、これもよく四季の細道で見る組み合わせ、しかしまあ勝利でぶち当てるめくりで波動を固めてなんとかガードしてはいいものの球で押し返すけど、瀬尾さんはうわ見えない見えない、がー早すぎる、目が追っつかないですね、瀬尾さんの目がむずいな、さあしっかりすくってすくっていく、痛いの食らったスパコーン、辰巳むらしく昇竜拳ぶち当てる、こっからあるか、まあ後ろに下がって波動を打つけど食らっちゃって、あー突進技、勝ったのは瀬尾さんのベガ、はい続いて、川島さん、瀬尾さんのベガ本当に分からないな、対バイソンがこんなに硬いとは、逃げ台系竜巻懸垂が生きてるのか、そうですね、やっぱりその噛み合うところをしっかり把握してますね、さあ続きまして、カワシムさんのダルシム、さあメインキャラで久しぶりに、久しぶりってわけでもないのかな、でもまあメインキャラで登場を切った形で、さあスライディング、スライディングスライディング、ヘッドプレスはガードしたが、さあドリルだけど投げられて足元ゴチゴチとされて、体力的にはうーん、まあドッター投げられた、これは手厳しい、さあまずは1本瀬尾さん、さあ低めのドリル当てていく、投げていく、さあ殴り合いが続くぞ、おっとここでヤフレーム、しっかりガード、さあファイヤー食らってグリルは投げて、さああんなところからでも当たっちゃうんですよ、ダブル2からのスパコン、サイコクラッシャー、画面端のガン攻めが激しい、さあ瀬尾さんかなり絶好調といった形で、続きまして千本さんですね、千本さんのベガ、さあベガベガです、さあラスボス対ラスボス、これはもうなんかもう空中戦、か動きが早い、試合展開が早い、めくりガードしたけど投げられて、体力的には互角、さあこの固めがつらい、さあお互い端々、うっとしっかりだー、これはやりづらい、これはやばい、厳しい、あー専門さん、さあお互い両者離れて、あっと痛いの食らったぞ、さあ間に合うのか、あーかー食らってしまった、まずは瀬尾さんが1本といったところ、さあ中段からの最高ダブル2ダブル2ダブル2、おっとダブル2刺さる、さあ逃れられない、
これは鳥かも。しっかり3段決めて、千本さんも1本といった形。さあ両者1本取った具合で落とす、落として投げられて、さあ足の振り合い、ダブル2にはダブル2。おっとここでお手玉からのこの固め、いかついいかつい、いつものやつ。あーっとなかなか、しかしこれ体力リード取られると、もうこれ取り返すのかなり厳しい。時間はありますけど、あっとしっかり見ている。さあきついぞ。まとわりついてくる。勝ったのは瀬尾さんのベガー、すさまじいですな。さあ続きまして、モツさんのブランカです。さあ早速リバーラン、いきなり画面端噛み殺して、噛みやめられないぞ。おっと受け身取れてない。なんとかナイス相打ち、これは美味しい。まずは1本取ったのはモッサンのブランカ、かなりうまい。さあしっかりすくっていきなり画面端、これはベガもやりづらい。ダブル2はガードしてしっかり固めていく、ピヨッタ、美しい華麗な試合運び、おめでとうございます。さて止めたのはモッツさんのブランカで、で次は、あ、少々お待ちください。あ、ここでさあここで先ほど来店された、ハルキングさんです。まさかのここで乱入。さあブランカホンダ、これブランカきついっすね。さあトスコーイ、人間魚雷が刺さる。かー、これブランカかなり攻めづらい。うまい、ナイス差し返し、しかしシャッカンで返されて、よっこいショット、で前取ってこけた。おっと落とした、神一本取ったのはモツさん。さあこの足思ったより刺さる、中距離のさばきがかなりモツさんうまいですね。さあ百列ありてで、うわいやらしい。さあこの制空権での取り合いがかなり白熱しておりますが、ここで噛まれてしまう、体力リード、うわすっげえ噛まれた、うわー一気に噛み殺した。勝ったのはモツさんのブランカ。続きましてトモザスさん、あトモザスさんは、はいお願いします。あクレジット、さあ続きまして友田さんのバイソンですね。友田さんのバイソンもまたこれが強いんだ。さてさあガンガン足元すくってヘッドバンキングしている。ノリノリ。さあそう簡単にめくらせないよとスパコンで逃げて、足をこっから噛み噛み、うわーリバーサル
かり出ている。さあ厳しいぞ。はあ早すぎる。バイソンも弾を持ってると言っても過言じゃないかもしれないですね。そうですね、はい。しかもこのキャラスパコンも2つ持ってるんで、ファイナルターンパンチとスーパーコンボって言ってね、素晴らしいキャラです。さあ体力的には互角だが、さあここで行ってみる。中バングランド固めて、端端端端からグランド当たる。あー上から来た。勝ったのは友田さんのバイソン。ほんで、あっ、さあこっから3周目です。え、エグスパーさんいない？エグスパーさんは、あ、はい。じゃあ続きまして、中野さん、中野さんです。はい、エントリーしたキャラのどっちか。おっ、ホンダ。中野さんが選んだのはホンダです。ホンディ、エドモンドホンディですね。さあエドホンダです。ハルミか。山本さん、山本さんもマイク持ってくださいよ。さあ土俵際、わあわあわあ、ガードして、ホンダ人間魚雷グランドで死んでしまった。さあまず1本取ったのは友田さんのバイソンです。さあターンパンチがよっこいショット、炸裂で結構減ってる。もうさあ続きで足からの炸裂、これが凄まじく減る。さあ本田両者1本取ったからし、勝つのはどっちだ。さあ端端です。端端これバイソンすっごいキスを、そうですね、最大の食らって鬼無双、これが鬼だ。素晴らしい、見せました中野さん。友田バイソンを止めた。はい、じゃあ予選ここで終わりましたので、あ、予選終わりました。はい、ですね、はい、連勝数の多い方で決勝なんですが、はい、連勝数1位、はい、発表します。連勝数1位は8勝の、はい、友田さんのチュンリー。はい、友田さんのチュンリー。そして第2位、はい、8勝、第2位、はい、4勝、4勝、破天荒さんの竜と、破天荒さんの竜ってことはありました。決勝は、はい、友田さんのチュンリーと、はいはい、破天荒さんの竜と。なるほど、はい、あの発祥の友田さんがあの 1P、2P 選べます。はい、友田さんは 2P 側。さあいよいよ細じゃない四季の細道も細の四季道って言おうとしちゃったけど逆です。こっから三席です。まあ毎週見てくれてる方はまあもうご存知の通りでしょうが、決勝戦よろしくお願いします。さあ破天荒さんの竜と、友田さんのチュンリー、戦績的には友田さんのチュンリーがかなりあの圧倒的に勝ちを重ねていますが、この破天荒さんのチュンリー戦もかなり堅実な立ち回りなので、まあ3席ともなればどっちに勝ちが転ぶかっていうのはまあわからないですね。あのあれですね、連勝 8連勝なんですけど、友田さんのチュンリー、はい、あのその8連勝止めたのが破天荒さんの竜なんですよ。ああそうですね、はい。おっ、ってことはこれこそ本当に意味でのなんか決勝戦って感じ。これはもう決勝戦的な、胸熱ですね。なのかな、熱が胸胸ですねなのかな。さあごめんなさい、珍しい空投げこっから端端、さあ攻め合ってきたぞ。所詮お互い手の内を見せ合った目で、はい、まだ見せてないのかもしれないですけどね。はい、
どうなるか、まだまだ出てくんだろって言わんばかりにお互い戦っ、ね、さあ昇竜拳しっかり根元で、昇竜拳も出るし、あれですね、はい、着地中腰も出るというね、はい、ちゃんとその前に歩いて間合いを詰めて昇竜拳ぶっ放してっていうのが素晴らしい。おっと、しかししゃがみ弱キックからの投げ、はい、これがチュンリー、素晴らしい、ね、素晴らしい、あの連携はかなり厳しい、厳しめですね。さあ大足大足波動、大足大足波動、ね、大足飛びがね、チュンリーはね、はい、うまく落とせる技がね、あんまりないんですよね。うますぎるぞ、今の昇竜拳、昇竜拳、さあ波動拳、波動拳、さあうまい、大足すくってる、どうしてもこうガードしちゃう時があるんですよね。そうですね、そうなっちゃうと思うツボなんですよ。さあお互いやらしいぞ、しかし体力リード、かなりこれは厳しい、あっと真空だったのか、しかし問題ないでしょう、はい、さあ、1試合目はアテンコさんの龍、はい、まずは1本、これで 1-0 です。ポイントです。手を出し合った上での再戦、果たしてどうなるか。そうですね、さあ色を変えてきました、新規1点。お、今度はあれですね、パレスチナさんから草さんになりましたね、はい、草さんのカラーになりましたね、はい、さあいや、破天荒さんはやっぱりバックしながら、まあ、真空をためての、しかし上は見逃さない、昇竜拳しっかり出る、飛びをしっかり見ている、はい、ちょっとね、チュンリーの飛びふわっとしちゃうんですよね、ふわっと、確かにそうですね、わーっと痛いのもらって、前列に入っている、こっかはそーっと、うん、気候を食らっている、飛びが速いんだな、すごいよ、逃げ牽制が参考になる、本当なら自分から壁に近づくように、チュンリーの飛び蹴りチクチクの対策になってそう、あーそうっすね、そうですね、確かに逃げ牽制かわしますね、はい、やっぱりその間合いの管理がかなり破天荒さんうまいので、こうね、飛びをガードしない状況を作ってるんですよね。あーなるほど、一気に不利になるんでガードしちゃうと、あーなるほど、さあ昇竜出る、戦列振り向き、しかしガードしていた、はい、さあめくって中腰膝真空、やべえ、いろいろあったが、これはいかつい、しかし冷静にバックジャンプ対してしてましたね今ね、そうですね、はい、回仕切り直してる感じですね、仕切り直してます、この切り替えがやっぱりいいですね、はい、波動で攻めるところから、はい、バックジャンプでこう距離を置くという、ただでさえこの試合のなんて言いますか、進行が早いながらもしっかり間合いを見つめているこの破天荒さんの華麗な竜さばき、そうですね、素晴らしいです、素晴らしい、さあめくる、これなんですよ、見えないっすね、チュンリー当たっちゃうんですよね、はい、さあ冷静ですね、さあお互い冷静、はい、さあ昇竜、昇竜しっかり当てるが、大足スカーリーのめげずに大足昇竜、昇竜リバーサル、真空が入った、2本目も破天荒竜、はい、これで 2-1 です。さあここで破天荒さんの竜リーチかけました、熱い、確かに熱い、さあ激アツの激アツの言動に伝導になってきました、これが最後の試合になるのかどうかってところですよね、はい、さあここで色を戻しましたね、この幾度もの血で塗られた血塗られたコスチューム、いやいやダッシュチュンリーですよ、ただのダッシュカラーですよ、ブラッドコスチュームです、そんなこれはストリートファイターたちの息地を吸ってきたんですよ、そんな逸話ないですから、えただのダッシュのコスチュームですから、なんて言ってる間にかなりダメージリード、昇竜拳根元しっかり、やはりさあ先にリーチをかけたのは破天荒竜、はい、ここまでなんと1本も取られずに全部 2-0 で試合進めてますが、これでもね、トマトさんのチュンリーもかなりしっかりしてるんで、はい、見てると、はい、これあれじゃないですか、竜有利あるじゃないですか、この組み合わせ、竜有利なんですか、わかんないですあでも結構これ議論かなりありますよね、竜、ね、チュンリーは、うん、さあ人によって、はい、いろいろありますから ね、 これ ね、 ありますね、意見は、あーっと今のはまずい、
平台の食らって、しかし真空はガード、あれ真空だったら死んでますからね。さあチャイニーズサマーソルトは投げられて、さあさあ距離を空ける、うわっと暗い投げて投げる、大足当たる、戦列を抜けれない、かー昇竜拳、昇竜拳優勝は破天荒竜、おめでとうございました。おめでとうございます。すいません、一言お願いします。いやー天荒さん優勝お願いします。初めて優勝できました。あ、初優勝おめでとうございます。いやーすごいですね、やっぱりその刹那のあの前管理がかなり光ってましたけども、あ、山本さんのチュニーといつもスパーリングしているので、ありがとうございました。ありがとうございました。さあということで、あの、はい、ナイススパーリング、はい、そうですね、で日頃の訓練が、いや、成果が出たと見た感じはですけど、ね、山本チュニーより友澤さんのチュニーの方が上手いですけど完全に一目見てわかる。まあというわけで第93回四季の細道優勝者は破天荒さんの龍です。龍でした。おめでとうございます。おめでとうございます。いや素晴らしかったですね。でもね、素晴らしかったですね。いや今回もやっぱりその、まあ、毎週毎週すごい激アツな試合をね、やっぱ、はいはいはい、かなりもう眼福ね、もう本当に今日はよく眠れるといった感じですが、そうですね、破天荒さんすごい強くなってて、この前、はい、大山の方の、はい、大会でも優勝してまして、あ、大山でも優勝、はい、え、タックとかですか。あ、そうですね、2オンの時ですね。2オン、あ、小手くん、そうです、そうです、あー、そうか、小手サガットと破天荒さんが優勝したんだ。小手サガットと組んだ時にも優勝してます。すごいですね、あのそうそうたるメンツを、うん、だいぶやっぱり強くなってるんで、はい、なるほど、そうですね。あ、うねさん、そういえば次の大きな大会出るんですか。あ、僕今出る予定ないっす。予定がな い, い, やいなるほどなるほど、はい、まあもしかしたら出るかもしれないし、なるほど、出ないかもしれない。そうですね、まあ、2択です。2択ですね。10月に大きな大会がありますんで、はい、皆さんね、お名前なんでしたっけ、大会の名前。エクサー4ですね。エクサー4、あ、4回目、4回目、とうとうついに4回目、はい、でこれ2on 2で、2オンですね、未完、はい、ですね、まあ、優勝していない、そうそうそう、未完者のみなので、はい、そんなに強い人は出ないですって思っちゃダメですよね。ね、まだその優勝していない人たちが出る大会なんですけれども、はい、別にそのだからといって、ね、弱い人たちが出るだけっていうわけじゃないんで、決して、そうですね、そうですね、はい、猛者がむしゃむしゃ、うじゃうじゃいますからね、うじゃうじゃいます、はい、そうなんですよ。そうなんですよね。なかなかそんなね、卒業させてもらえないんですよね。そうですね。エクサーという戦いね、大会も、まあでも進んで、多分これ15回ぐらいだったら、でもいい感じになるんじゃないですか。15回もになると多分もう参加者がいなくなるんじゃないかって。ワンチャン。いやいや、だって15年かかるわけですよ。ああ、そうですね。確かに。うん、まあ4回目としてあと11年あれ1年に2回なかったでしたっけ、エクサーって。いや、それは前の話か。うん、2回ある年もあるんですけど、基本的には年4回のイベントのうちの1回なんで、いや、やっぱ年1なんですね。そうすると15年も経つとね、みんなね、はい、1つ続けてるかどうか、ね、怪しいところになってる。あと人間続けてるかどうかっていうのもありますからね。そこ、まあそうですね、人生レベルでね、そうそうそう、人によってね、はい、ゲームオーバーが来ちゃう人もいるかもしれない。ああ、そうですね、うん、まあ、てかそんぐらい、まあ、なんてだって24年前のゲームですからね、これもね。そうですね、山本も分かんないですよ。え、何がですか。いやいや、そんな15回なんて、第15回大会なんて、なんだかんだ生きてるかどうか分かんないですよ。いや、なんだかんだで、だってそうじゃない、やってそうじゃないですか、15年。いやー、もう山本、多分折り返し地点はもう超えてますからね、人生は、まあ、多分、まあ多分、あ、そんぐらいの年ですか。はい。あー、そうですね、まあ、折り返し地点だけど、まあ置いてもなおますます健在といったところで、いやいやいや姿をね、まあ、15年後もね見せていただきたい。そうですね、すごいですね、見せれるといいですがってところですね。はいはい。あ、じゃあ最後の質問、なんかチュンリーだけじゃなさそうだけど、飛び込みで一気に回り詰めるからそれが封じられて寄りにくいのかも。竜ですね、竜のその一気に、例えば一気に前だ、まあ、前台足ガッて進めるところとか、はいはい、そういうところが封じられて、まあその寄りにくいと、足払い合戦とか玉持ちじゃないと辛そう。足払い合戦、玉持ちじゃないと辛そう。ああ、そうですね、まあ足払いはそうですね。
ための玉持ちでも結構早ければいいんですけど、ガエルとかみたいに。うん、でガエルは足払い戦っていうか、もう足払い戦に付き合わないみたいな足なんで。そうそう、やっぱそうですよ、そうなっちゃいますよね、はい、まあ同義ですね、同義だったらそうですね、うん、やっぱり竜はやっぱ性能いいと思うんですよね。いや、もう最高ですよ、あんないい乗り物ないですよ。本当ですか。あんないい乗り物ないです。まあまあ乗りこなせないんで僕は。チュンリーもいい乗り物ですよ。そうっすか。はい、すごい、あんまり羨ましい、羨ましいです。スピードは出るんですけど、空中で冷まそうと言ってんすよ。でもブレーキポンコツなんですよ、チュンリーブレーキスピード出るんですけど、ブレーキ効かないんですよ。なるほど。あって思うとブレーキ故障してる。そうそうそう、ちょっとぶっ壊れ気味なんで、キキーって急に止まれない。急に止まれない。チュンリーは急に止まれない。なるほど、うん、食らってるんですよね、気づくと全てをみたいに。つっても一級のキャラですからね、なんといっても。そうですね、はい、揃い踏みなんで、いろんな技が。だからやっぱ竜とやるにあたって、竜はオールラウンダーなんで、はい、付き合いすぎないことっていうことですよね、やっぱ他のキャラは。あ、まあそうですね、相手の強みに突き込まれないように戦うっていうのは、うんうんうん、まあどのキャラでも基本ですね。バイソンなんかもろいそういう戦い方じゃないですか。ああ、そうですね、もう相手のペースは置いといて、うん、こっちはこっちのペースで行くよみたいな。こけない、二択かけられない、とりあえず追い返すみたいな。そう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 、感じですよね、うん、まあこれはバイソンでも竜でも、まあ、ガエルでもそうなんです。そうですね、はい、はい、まあ、はい、といったところでね、締めますか。そうそう、締めますか。はい、じゃあ第93回、本日ですね、はい、2018年9月の28日はい、9月最後ですね。あ、これは9月最後。そうですね、93回、あともう少し100回ですね。100回になると何かやるんですか、ハイパー。なんか考えてはいるんですけど、はい、あのハイパーやりません。基本的に X の大会としてやってます。はい、なるほど。で、X 勢の皆さん賛否両論ありますけど、はい、基本的にハイパーは別ゲーだという考えでやってます。まあお祭りゲーですからね。そうですね、はい、まあ100回の時にはなんかまあイベントはやるよ、考えてはやるかもしれない、やるやもしれない。ただ、たぶん100回の時って来月でもないですよね、10月でもなく、11、12ぐらい、どっちかぐらいなんで、ちょっとあの大会の兼ね合いとかで、はい、あのなかったりもするんで、あ、延伸する可能性もある。本当に年末になっちゃう。はい、ちょっとそこはおいおい、おいおい、まだ何も発表できませんってことですね、うん、まあ、102回あたりでまたやってもいいですしね、100回記念みたいな、ね、108回でもいいですよ。予定、まあ忙しいですからね、煩悩の数だけやる、ね、煩悩の数だけ、うん、っていうね、はい、まあイベントもやるよっていうことで、はい、はい、じゃあ以上で、はい、しましょう。第93回のね、式の細道終了となります、はい、優勝は破天荒さんの竜と、準優勝は友沢のチュンリーでした。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。はい、失礼します。ウネガエルでした。ウネガエルさん、ありがとうございます。ありがとうございます。山本も以上です。オーバー。
Cyclone! Cyclone! Cyclone!
Fuck!